日立はハイビジョン液晶テレビ UUT シリーズにモニター部分の最も薄い部分が 35mm となる42型、37型、32型の3機種を新たに加えました。新しい UT シリーズは、ハードディスクを内蔵型の 250GB を新たに、搭載いたしまして、たくさんの時間録画して楽しむことができるようになりました。チューナー部分に内蔵された大容量の 250GB の HDD と Xcode HD と呼ばれるカナダの VIXS システム社のハイビジョン録画技術を組み合わせることで、ハイビジョン映像を約50時間録画することが可能となりました。さらにネット対応も充実させ、ブロードバンド回線を通して豊富なコンテンツへのアクセスも可能にしています。リモコンにネットというボタンがございまして、ネットワークに対応いたしました。ネットワークに対応することによりまして、アクトビラのハイビジョンの VOD の動画、これが見ることができます。アクトビラとは、対応したテレビをブロードバンド回線に接続するだけで、さまざまな文字、写真情報だけでなく、映像コンテンツも楽しめる、テレビ主体の新しいネットサービスです。リモコンのネットボタンを使い、日立独自のポータルサイト、ウーネットへの簡単なアクセスや、そのサイトでビデオデメールというサービスを使い、自分で撮影した映像や写真をサーバーにアップロードしたりすることができます。液晶パネルは約6万時間の寿命があるだけでなく、部材や梱包材に至るまで従来比 10% 以上の削減が図られるなど、省エネやエコロジー対応も特徴となっています。また年間消費電力も従来比 38% の削減が達成されています。発売は6月7日からです。 Digging for News